全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、10番ミレニアムマシリカ、すっと前につけました。続きまして11番セレスティアル、5番レッグーザ、後位につけています。内側3番フォーマヘーマス、内から2番スターレットキング、各馬1コーナーに入っていきます。4馬身相手、17番ミライライトニング、内押さえて6番アポロスワロー、これを見るように外側8番アイスモーニング、14番タチキンシックス、この辺りが中段、内から12番フタップ、少し差が開いて4番ルビーシック、2コーナーを抜けて向こう正面。続きまして16番ヤンバルロマン、内側13番ステイネルツゴ、内押さえて1番春豊か。 1000m の通過タイムは59秒7、外から15番ロスケイジハルタ、そのうち7番チャムブルグ、内押さえて9番宇宙まで、最後方は18番マジシャンガール、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は11番セレスティアル、後ろに10番ミレニアムマシリカ、5番レッグーザ、後位をキープ。1馬身相手、3番トーマンエマス、18頭大欅の向こうを通過、内から2番スカーレットキング、3馬身相手17番ミライライトニング、1番人気セレスティアル、現在先頭。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、セレスティアルまだまだ先頭、残り400を切ってセレスティアル、その後からミレニアムバシリカ、先頭はセレスティアル、2番手ミレニアムバシリカ、残り200を切ったスカーレットキング、前を捉えにかかる、ここで先頭が入れ替わる、逃げる逃げるスカーレットキング、ヤンバルロマン、スカーレットキング、堂々と合輪、勝ったのはスカーレットキング、鞍上は横山武騎手、スカーレットキングブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着セレスティアル、3着は混戦の模様です。